Japan, Jamaica.サッカーを愛し日本代表をサポートする皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。金子勝彦でございます。絶好のサッカー日和と申し上げておきましょう。小谷さん、どうぞよろしくお願いします。はい、小谷です。いよいよキックオフ。前半戦今キックオフ。このカードは日本対ジャマイカ。この試合実況は辛口の私、小谷大輔です。解説は金田信俊さん、木村和志さんのお二方をお迎えしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前方のスペースにボールを送り込む。ここからどうするか。打った。どうだ。手元の時計で間もなく前半の10分。両チームとも得点がありません。このパスは丁寧すぎたか。スペッチャンスだ。大きく前へフィードしてきた。彼をフリーにするとちょっと危険。相手ディフ山口、前方に長いボールを送った。このドリ秋田、大きく前方へフィード。中盤からもっと走り込んでいかないと簡単に相手ボールになってしまいますね。すでに手元の時計では23分が経過しています。ゲームは0対0で推移しています。いいロビングボップ相馬、中山だ。ゴンゴーン。やってくれました。リプレイが出ました。中山見事なゴールを決めました。ゴール前でマークが厳しいとこういう一発でのゴールが効きますよね。キックオフで再び試合が始まります。これを通されると一気にピンチです。ディフェンダーの上がりに注意が必要です。縦に送る。どうだ。ジャマイカ大きくファールチャージです。ファールで止めるしかなかったという感じです。これはゴールラインを割ってますね。ゴールキックです。プレッシャーをかけた。クロスが入るとピンチ。長いクロスが入った。キーパー防げるか。日本1点のリードを奪っています。あわよくばもう1点取って突き放したいんですが。カウンターアタックで素早い反撃に出た。前半残りあと4分。大きく蹴り出してきました。縦にロングパース。なんでこんなプレーしかできないんですかね。これは簡単に跳ね返された。おっと、ここで前半が終了です。日本試合の主導権を握っているといった感じですが、いかがでしょう。単に絶好調というだけでは説明できない大活躍ですね。どうやら選手交代があったみたいですね。残り45分、後半戦が始まりました。大きく蹴り出してきました。
大きく縦にフィード。これでは通らない。中山ロングシュート、右サイドマーク。動揺すると隙を突かれますね。簡単に跳ね返された。今度は左を使っ、奈良橋、中山、チャンスだ。手元の時計で間もなく後半の12分になります。ピンチ、縦にフィード、やや短すぎたか。北沢、ここでボールを拾った。クリア。全く意図が見えないプレーですね。ルックアップ、シュート。これでディフェンダーも彼を警戒しますね。日本1点のリードを奪っています。次をどちらが入れるかでだいぶ展開が変わりますね。カズ倒されましたがプレー続行です。まあ審判の判断ですから尊重しましょう。前へ大きくフィード。日本1点のリードを保っています。リードが1点だとどうも落ち着きませんね。落ち着いていきたいところ。スペースをちゃんとケアしないと。ポジションチェック、カズ審判流しました。プレーオン。なんでファール取らないんでしょうね。中山、縦一本放り込んできた。審判流します。今はアドバンテージョー。ちょっとプレーが荒いですね。フィジカルで勝てなければテクニックで勝負するしかないですよ。日本、ジャマイカ、なんと後半残りあと5分。お、ナナミ前方に送ります。これが通った。日本1対0のまま残りわずかとなりました。審判流します。ここでホイッスル、試合終了です。双方ともかなりディフェンシブな戦いをしていましたが、日本代表1点という僅差で勝利しました。それでは失礼します。日本やりましたね。やはり操作しているプレイヤーの腕が確かなんでしょうね。親善試合とはいえ、やはり勝負型は勝たなくては面白くないですからね。ナビゲーターは金子克彦でした。現地実況は小谷泰介さん、解説は金田信俊さん、木村和志さんでした。ごきげんよう。さようなら。